こんにちは、YMK です。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、手帳、タスク管理、メモ帳、ノート、考え事、読書と超多機能文房具として使っているこちら iPad mini 6がようやく完成したと言えるほど周辺アクセサリーが充実してまいりましたのでご紹介します。以前にも iPad mini のアクセサリーの動画は投稿してるんですけど、この動画の投稿以降、 iPad mini を何でもできる最強の文房具としての用途や Mac や 12.9 インチ iPad Pro というメイン機での作業を支える秘書のように利用するようにガラッと用途が変わりました。それに伴って使うアクセサリーもそういった用途に最適なものに変わりました。 iPad mini を予定管理やメモ帳、読書といった文房具として利用される方には非常におすすめできるアクセサリーをまとめました。ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは早速いきましょう。まず僕の iPad mini の全体像からご覧ください。文房具として使っているので iPad をカバンからさっと取り出してすぐに使えるように、アクセサリーはこのように必要最低限のシンプルに。でもこの使い勝手には全く妥協はしていません。そして僕が何か物を使うときに共通して大事にしているのが、使っていてワクワクするかどうかということです。いくら機能が良くて便利であってもデザインが微妙だったら進んで使いたいなとは思いません。だから iPad 本来の使っていてワクワクするデザインを損なわないように、使うアクセサリーもこのようにできる限りシンプルで高品質、さらに統一感のあるものに厳選して使っています。では早速使っているアクセサリーを一つずつご紹介します。まず iPad に貼り付けているフィルムです。フィルムはニマソのコスパ抜群のガラスフィルムと、その上に貼り付けているのがエレコムの着脱できないタイプのペーパーライトフィルムです。ニマソのガラスフィルムは1000円ちょっとで購入できるのに、ガラスの強度、透明度ともに非常に優れているガラスフィルムです。しかも貼り付けのミスですらも保証の範囲内という手厚いサポートも魅力的な製品で、僕も所有している iPhone、iPad には前代ニマソのガラスフィルムを貼り付けています。そしてエレコムの着脱できないタイプのペーパーライクフィルムです。ペーパーライクフィルムは iPad の画面をですね、紙のような質感に変えてくれるフィルムで、 iPad を手書きメインで使用されている方には非常におすすめのアクセサリーです。最近はですね、着脱式といって付けたり外したりできるペーパーライクフィルムが主流になってきてるんですけど、あえてフィルムを貼り付けている間画質が低下してしまう着脱できないタイプのペーパーライクフィルムを使っているには理由があります。その理由は、僕が iPad mini を読書やメモ帳、手帳など仕事や自己研鑽用の端末として使っているので、あえて動画アプリやゲームは入れないようにしています。さらに動画やゲームを楽しむには画質が重要なので、その画質をペーパーライクフィルムを貼り付けることによって下げてしまうことによって、そもそも iPad mini で動画を見ようと思わないようにしています。つまり何が言いたいかというと、着脱できないタイプのペーパーライクフィルムを使うというのは iPad mini をエンタメ用途では使わないといった決意表明なんです。 iPad を勉強や読書などに使っている方は、あえて着脱できないペーパーライクフィルムを貼ることによって、その他の用途では使う気にならないように、画質をあえて低下させてしまうというのは自分を追い込むという意味では非常におすすめです。続いて iPad mini で使っているケースをご紹介します。使っているケースは The Frost Air という iPad 本来のデザインを損なわない、ほぼ裸の状態で利用できるケースです。背面の Apple ロゴも見えるほど薄く作られていて、 iPad を裸で使いたいけど傷がつくのは避けたいという方には非常におすすめできるケースです。このフロストエアは本当にめちゃくちゃ良くて、ケース自体のマットな質感もすごい僕は好きですし、何よりこの iPad 本来のデザインを引き立たせる色味が最高ですよね。でもフロストエアは本当に iPad の上に薄いケースをつけているだけなので、 iPad 本来の美しさはそのままに利用ができるのはメリットなんですが、利便性は微妙です。 iPad mini を快適に使うためには、こういったバンカーリングやこのアップルペンシルホルダーなどの別のアクセサリーも組み合わせて活用した方がいいです。しかし他のアクセサリーをつけすぎてしまうと、今度は iPad 本来の美しさが損なわれてしまうので、この美しさと利便性のバランスの調整が非常に難しいんです。この洗練されたデザインの iPad には、それに見合うシンプルかつ上品で、さらに便利さも妥協しないアクセサリーが必要です。そこでおすすめしたいのがこのバンカーリングとアップルペンシルホルダーです。このアンカーのバンカーリングも、ドリップさんのアップルペンシルホルダーも iPad 本来のデザインを損なわない美しいデザインをしていて、非常に満足して使わせていただいています。まずバンカーリングなんですが、 iPad mini はミニといっても片手使うにはこのように非常に大きいです。片手で持とうとすると滑って落としたりするリスクが非常に高いです。 iPad mini 6を手帳として利用するのであれば、外出先でもさっとカバンから出してすぐに使い始めたい場面が多々あります。そういう時にこのバンカーリングを使うことで、片手でも iPad mini を操作しやすくなります。
ますし、バンカーリングに指を通して iPad の背面全体をこのように手で支えることができますので、安定感に非常に優れていて、持ちながら手書きも十分に可能です。しかしこのバンカーリングをつけているとデスクに置いて手書きをするときに背面のバンカーリングで生まれる段差でこのように iPad が不安定になってしまいます。なので必要な時だけつけて手書きをするときに外せる着脱式のマグセーフ対応のバンカーリングを導入しました。それがこのアンカーのマグセーフ対応着脱式バンカーリングです。でも本来 iPad mini はこのマグセーフには対応していません。これをどうやって実現しているのかというと、この ESR から発売されているマグネットを iPad の背面に貼り付けることによってマグセーフ対応のバンカーリングを利用できるようにしています。これによって普段はバンカーリングをつけて指に通して読書をしたり、外出先で人を待っているような時間でも立ちながらでも安定して Apple Pencil で手書きもできますし、さらにデスクに置くときはこのバンカーリングを取り外して平置きもできますし、アンカーのバンカーリングと iPad mini 6は相性が抜群です。この背面に取り付けているリング自体ももう本当にめちゃくちゃ薄いので、リングをつけたことによる段差でグラグラするということは全くありません。この ESR のマグネットシールもそこまで目立たないので iPad のデザインを大きく損なわないというのも非常に魅力的です。気になる吸着力も問題ありません。 iPad mini にリングをつけて逆さまにしても落ちることはありませんし、そのまま強めに振っても落ちることはありません。さらにこのバンカーリングをこのように広げて iPad をデスクに置くとちょうど手書きがしやすい角度で固定することができます。スマートフォン用型のケースや手書き専用のスタンドと比較するともちろん安定感には多少欠けるんですけど、ちょっとしたメモを書いたりする程度でしたら十分これでも利用ができます。スタンドを立てて手書き用途で使うこともできますし、リングを外してデスクに平置きして使うのもいいですし、アンカーのバンカーリングと iPad mini 6は非常に相性がいいのでめちゃくちゃおすすめです。そしてマグセーフ対応のアクセサリーが使えるようになると何が便利かといえば、マグセーフ対応のスタンドも利用できちゃいます。この小型のスタンドなんですけど、これはマグセーフの磁力で貼り付くスタンドで、普段自宅で Mac で作業するときは iPad mini をこのスタンドに貼り付けて利用しています。 iPad mini はこの小型サイズなので PC のように利用するには非効率なのでおすすめはできないんですけど、カレンダーとかタスク一覧などちょっとした情報を常に表示させるのでしたら非常に便利です。僕の活用例をご紹介すると、 Mac で作業中に iPad mini をスタンドで立てておくことで Mac の新機能ユニバーサルコントロールでマウスカーソルを iPad mini の方へ持って行って、そこからカレンダーで予定の確認やタスク一覧の確認、また iPad のホーム画面に置いているショートカットを実行することで即座にカレンダーやリマインダーに予定とタスクの登録などを Mac での作業を支えてくれる心強い秘書のように利用しています。他にも自宅のショートカットを活用して作業時間を管理したり、 Slack の画面を表示したり、サブモニターとしての利用も非常におすすめです。このように iPad mini と MagSafe 対応のアクセサリーを利用できるようになると、 iPad mini の活用の幅が一気に広がることがお分かりいただけたんじゃないかなと思います。しかしこの動画をご覧いただいて僕と同じ活用法を検討されている方に一つだけお願いがあります。僕が使っているこの ESR のマグネットシールもアンカーのバンカーリングもこのスタンドも iPad mini 6には対応していると Amazon の製品詳細ページには一言も書かれていません。このフロストエア、ESR のマグネットシール、アンカーのバンカーリング、この使い方で登場する4製品どれもがこの使い方を推奨しているわけではないことをご了承の上、もし同じように使用される場合は自己責任でお願いしたいと思います。続いてご紹介するアクセサリーがこの Apple Pencil と Apple Pencilペンシルホルダーです。この Apple Pencil はアクセサリーというよりももうもはや iPad の一部ですね。 iPad mini を文房具として利用するのであれば Apple Pencil は必ず必要です。 iPad の画面にはペーパーライクフィルムも貼り付けているので Apple Pencil での書き心地はもう本当に紙そのものです。 Apple Pencil も基本的に満足して使ってるんですけど、 Apple Pencil の第2世代はこの iPad の側面に吸着させておいて持ち運ぶのでカバンから取り出したりするときに落ちてしまうことがよくあります。僕も以前 iPad をカバンから取り出すときに Apple Pencil を落として割ってしまったことがあったので再度購入したという経験があります。 Apple Pencil 第2世代はこれ1本で1万5000円ほどしてしまうので破損して再購入となるとお財布へ結構なダメージが入ります。そういった事態を防ぐためにもこの Apple Pencil ホルダーですね、これは個人的に必須だと思ってます。そこで僕が愛用しているのがドリップさんの Apple Pencil ホルダーですね。ドリップさんの Apple Pencil ホルダーは牛革製で非常に質がいいですし、 iPad のデザインと調和したデザインで本当満足して使わせていただいています。ただ一つ注意していただきたいのが、このフロストエアをつけた状態だと Apple Pencil ホルダー越しでペアリングや充電をすることができませんでした。一応 iPad の側面に物理的にこうやって押し付けるようにすると充電はできるんですけど、これは正直実用的ではありません。僕はこの Apple Pencil
シルホルダーの製品の詳細ページに iPad 本体にケースを使用している場合は本製品と併用するとペアリングや充電ができない可能性がありますと注意書きがあるのを承知の上で購入してます。ケース自体が非常に薄いフロステアだったら使えるんじゃないかなという希望にかけたんですけど、残念ながらうまくはいきませんでした。でも Apple ペンシルホルダー越しでペアリングや充電はできないんですけど、正直実用上は問題ありません。というのも Apple ペンシルはフル充電の状態で12時間利用ができますし、充電切れであっても15秒の充電で30分利用ができるほど充電効率に優れています。これだけ長持ちするので iPad を持ち運ぶときは充電できないけど Apple ペンシルホルダーで落ちないように固定しておいて、使うときだけ取り出すようにしています。仮に12時間以上も移動に時間がかかって使おうとしたときに Apple ペンシルの充電が切れていても 2,3 分充電しておけば 2,3 時間以上の利用はできますし、そもそも Apple ペンシルの充電がなくなるほど長い移動ってほとんどありません。こうやって移動中に Apple ペンシルの充電ができないよりも Apple ペンシルホルダーで固定しておいて、カバンの中で Apple ペンシルが行方不明になるとか、カバンから取り出した時に落としてしまうという小さなストレスを Apple ペンシルホルダーで防ぐことができる方が僕にとってはメリットが大きいです。また Apple ペンシルホルダーを使わずにそのまま Apple ペンシルを側面に吸着させることでペアリングも充電もできますので、本当に実用上は問題ないです。こうしてですね、バンカーリング、Apple ペンシルホルダーを組み合わせることで iPad mini 6を読書や手帳、ノートとして利用するのにより一層使いやすくなりました。最後に一つおまけです。あまりにも強引な使い方すぎておすすめはできないんですけど、非常に利便性が高いアクセサリーがあります。それがこちらのマグセーフ対応に改造したマジックスタンドです。このスタンドは折りたたむことで持ち運びも容易にできる非常にコンパクトなスタンドなんですけど、 iPad の背面に物理的にスタンドと iPad を固定するシールを貼り付けないといけないのがデメリットでした。これを貼ってしまうとマグセーフ対応のアンカーのバンカーリングを使うことができませんが、マジックスタンドもすごく便利で捨てがたいアクセサリーです。そこで力技で解決することにしました。マジックスタンドの iPad に固定するためのシールの金具の部分を切り取って、瞬間強力接着剤でマグセーフ対応のマグネットに無理やりこのように固定しました。その結果マジックスタンドを強制的にマグセーフ対応のアクセサリーにすることに成功しました。僕は Mac を持って外で作業するときは iPad mini を手書きのメモ帳として使ったり、カレンダーやタスクを常に表示させて確認したり、ホーム画面に置いているショートカットを実行して Mac の作業を支えてくれる秘書のように活用しています。こうやって作業を行うときはやはりスタンドがあった方が便利なので、超薄型で持ち運びに困らないマジックスタンドをいつもポーチに入れて持ち歩いています。かなり強引でとてもおすすめできるものではないので、おまけとして紹介させていただきました。大変申し訳ございませんが、同じようにする場合はこちらも自己責任でお願いします。僕と同じように iPad mini 6を多機能文房具として利用されている方にはどれもとてもおすすめできるアクセサリーですので、気になるものがあればぜひ概要欄からチェックしてみてください。 iPad mini 6を多機能文房具として利用するためのおすすめの活用法はこちらの動画で紹介していますので、合わせてぜひご覧ください。今日もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日はですね、手帳、タスク、うわ。では早速使っているアクセサリーを一つずつ。この洗練されたデザインの iPad を活用するには、うわー。